最新情報をながらでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日 AWS。 おはようございます。サーバーワークスの菅谷です。6月18日、今日の最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとした長い時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバーにて投稿をお願いします。昨日の放送に引き続き、今週の小話のテーマ、フリートークについてお話します。昨日は1周年記念ということで、2人のパーソナリティでお送りしたのですが、いかがだったでしょうか。毎日 AWS 制作チームでは、皆さんに分かりやすく AWS アップデートをお届けするために、日々新しい施策に取り組んでいまして、昨日の放送もその一環だったんですけれども、皆さんからの反響が大きければ今後、パーソナリティ2人体制でやることも考えていきたいなと思っているので、ぜひ、忌憚なき意見をいただければと思います。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は6月17日、7件のアップデートがございました。まずは1つ目、 AWS KMS でマルチリージョンキーズをサポート。暗号化キーの作成管理を行う AWS KMS がマルチリージョンキーズのサポートをしました。どんな機能かと申しますと、ある AWS リージョンから別の AWS リージョンにキーを複製できる機能となります。仕様としてコピーした KMS キーは同じキーマテリアルとキー ID を持っているため、完全に同じキー扱いとなるそうです。このキーのメリットなんですけれども、大きく2つありまして、まず1つ目が、開発者は暗号化されたデータ移行のプロセスを非常に簡単に行えるようになります。今まではリージョンごとに異なるキーを使う必要があったため、暗号化されたデータの移行が非常に複雑でした。例えば、東京リージョンで暗号化されたデータをシンガポールリージョンに移行したい場合、暗号化データを東京リージョンの KMS キーで一度複合化した後、シンガポールリージョンの KMS キーで暗号化して保存するといった感じになってました。しかし今回登場した機能を利用すれば、暗号化データと KMS キーをそのまま別リージョンに複製するだけで OK という非常に短いプロセスで暗号化データの移行を行うことができます。そして2つ目のメリットなんですけども、開発者は全リージョンに対して単一の KMS キーで暗号化プロセスを実行できるので、マルチリージョンアプリケーションの設計、運用が楽になります。例えば、アプリケーション内で暗号化複合化に必要な KMS キーの指定をリージョンごとに変える必要がなくなったり、IAM ポリシーでの権限許可で複数 KMS キーの ARN を指定しなくて OK になりますね。この機能、リージョンですが、すべての AWS パブリックリージョンでサポートされています。注意点としましては、現在カスタマーマネージドキーのみ対応しています。AWS マネージドキーでは対応していません。KMS のマルチリージョンコピーは多くの人に刺さるアップデートなのではないかなと思います。これによって DR 対策が非常にやりやすくなると思うので、ぜひ検証してみてください。続いて2つ目。AWS EC2 F1 インスタンスが新しいシェル F1S1.0 を発表。アップデート本題に入る前に使ったことある人も少ないのかなと思うので、AWS EC2 F1 インスタンスについて補足します。この AWS EC2 F1 インスタンスとは FPGA リソースを搭載したインスタンスタイプです。FPGA というのはフィールドプログラマブルゲートウェイの略でして、プログラミングにより開発者がカスタマイズできる集積回路を指します。CPU が汎用性特化なのに比べて、こちらはカスタマイズ性に特化していまして、特定タスク向けに使われることが多いです。例えば具体例としては、ゲノム処理とか、データ分析とか、画像、ビデオ分析、機械学習などの特定ワークロードで使用します。今回のアップデートでは、F1 インスタンスに新しいシェル、F1S1.0 が登場しました。この FPGA リソースにおけるシェルについても説明しますと、そもそも FPGA の構成要素は、固定機能部とユーザーロジック部の大きく2つに分かれていまして、そのうち固定機能部の方をシェルというふうに読みます。この固定機能部はハードウェアモジュールの集まりでして、ユーザーが変更できないスタティックな領域となっています。これまでの F1 インスタンスでは F1X1.4 シェルが使用されていたのですが、新しいシェルになったことで性能がアップしました。具体的には FPGA リソースの使用量を 30% 削減できる。また FPGA とホスト間の転送速度を最大 20% 向上できるそうです。今回のアップデートメリットなんですけれども、新しいシェルを使うことで、開発者はよりよくコンピューティングリソースを扱って、アプリケーション処理を高速化することができる点ですね。リージョンなんですけれども、F1 インスタンスが使用できるすべてのリージョンで使用可能だそうです。ただし、F1 インスタンスは東京リージョンにはまだ対応していないので、この点だけ注意が必要です。
GitHub でシェルの移行ドキュメントが公開されていたので、移行を検討する方はそちらも合わせてご確認ください。続いて3つ目。Amazon RDS for PostgreSQL がエクステンションアローリスト機能をサポート。RDS for PostgreSQL がエクステンションアローリスト機能をサポートし、インストールできる拡張機能を細かく制御できるようになりました。こちらの機能は PostgreSQL に新しく追加された RDS.AllowedExtensions パラメータを PSQL コマンドを使って設定することで実装可能です。今回のアップデートメリットなんですけれども、運用者は自社のルールやコンプライアンスに従った拡張機能のみを PostgreSQL に対して強制することができるようになります。注意点としましては、対応しているバージョンが限られていまして、PostgreSQL 13.2 以降のマイナーバージョンと PostgreSQL 12.6 以降のマイナーバージョンのみ対応しています。こういったガードレール的な機能があるとセキュリティリスクを防ぐのに役立つのでありがたいですよね。続いて4つ目。AWS Amplify CLI でパーミッションバウンダリーズを付与できるように。フロントエンド開発者向けにバックエンド構築をサポートするサービス AWS Amplify に関するアップデートです。 AWS Amplify の操作を行う Amplify CLI が生成した IAM ロールに対してパーミッションバウンダリーズを付与できるようになりました。このパーミッションバウンダリーズというのはある IAM ユーザー IAM ロールが別の IAM ユーザー IAM ロールを発行する際に許可できる権限を制限する機能です。この機能がないと開発者が自分の権限を超えた IAM ユーザー IAM ロールを作れるようになってしまうというおかしな状況になってしまいます。今までは Amplify CLI で作成した IAM ロールに対してパーミッションバウンダリーズを付与したい場合は、別途 AWS CLI やマネコンでアタッチしてあげる必要があったんですけれども、今回のアップデートで Amplify CLI のみで IAM ロールの作成からパーミッションバウンダリーズの付与まで完結できるようになりました。このアップデートメリットなんですけれども、Amplify CLI だけで完結する操作が増えたことで、地味に Amplify CLI を使った構築の手間が減るようになりますね。注意点なんですけれども、パーミッションバウンダリーズを設定する上で必要な IAM ポリシーは自前で用意する必要がございます。そもそも Amplify で構築したときに IAM ロールのパーミッションバウンダリーズを考慮したことがなかったという方もいらっしゃるんではないかなと思うので、このアップデートのタイミングで自身の環境を今一度ご確認いただければなと思います。続いて5つ目。AWS コパイロットバージョン 1.8 が登場。AWS におけるコンテナウェブアプリケーションの構築管理を簡単に行える CLI ツール、AWS コパイロットに関するアップデートです。AWS コパイロットのバージョン 1.8 が新しく登場したんですけれども、ポイント3点に絞ってお伝えします。まず1点目、ECS 上にデプロイされた負荷分散されたウェブサービスのパブリックエンドポイントに対してマニフェストファイルでエイリアスを付与できるようになりました。現状このエイリアスはコパイロットでの初回作成時に指定したドメインのサブドメインとならなければいけないのでご注意ください。実行すると裏側でコパイロットがホストゾーンをいい感じに作成してくれるみたいですね。続いて2点目、プライベートサブネットしか存在しない VPC に ECS アプリケーションをインポートできるようになりました。コパイロットを使用して完全に分離された環境でアプリケーションを実行できるようになります。続いて3点目、アプリケーションのヘルスステータスの可視性が向上しました。今まではコパイロット SVC ステータスコマンドを実行するとコンテナのヘルスチェックのみが行えたんですけれども、今後は最近停止した ECS タスクと負荷分散されたウェブサービスのエンドポイントに対するターゲットヘルスチェックを行えるようになります。リリースノートにコパイロット SVC ステータスを実行した時のサンプルが掲載されていたので、イメージが湧かない方はこちらを見ていただくといいのではないかなと思います。ではここからその他のアップデートについてタイトルだけ一気にご紹介します。続いて6つ目、 Amazon Personalize が非構造化テキストの情報を解析しユーザーへのレコメンドに活用できるように。そして最後のアップデート、 Amazon Lex がマルチバリュードスロッツ機能をサポートし一つのスロットにリストを入れられるように。これらのアップデートは詳しくは概要欄をご覧ください。以上7件、6月17日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグ様にて投稿をお願いします。また次回、毎日 AWS をお楽しみに。ではでは。